鼻先にピタ。次の日、エルノポッキー冒険団。やあ、先生ケンシだよ。毎度皆さんご存知、次の日新作実況やっていきたいと思います。今作の次の日はゲーム実況者のポッキーさんが犬になるんかな。なんだろう、説明文見た感じではさ、ポッキーさんの飼い犬の犬じゃなくて、ポッキーさんが犬になるみたいな感じの内容っぽいですよ。つまり犬が主人公です。まあ、カッコ作にね、猫が主人公の回があったんで、今さら犬が主人公になったところで何の驚きもないんですけども、俺さ、次の日一作目でね、犬の声うるせえとか言う、俺は猫派だみたいなことを言ったことあるんですよね。てかさっきからワンワンうるせえ、俺は猫派だ。だいぶ昔の話なんですけど、あの時のこと恨んでないかな、この犬。なんかさ、ホラーゲームのはずなのに、なんか穏やかな雰囲気流れてますよね。なんか怖いだけじゃなくて、穏やかな、ここ温まるような物語あるんかな。ちょっと楽しみです。やっていきたいと思います。 Wake up。 あー、つぶらな瞳。わー、これ絶対犬が好きな人絶対ここで喜ぶやつやん。お前、俺の知り合いの VTuber さんでも犬好きな人がおってさ、その人にプレイさせたいんですけど、なかなかやってもらえません。あ、もう動けるかな、これ。あ、動けるわ。あ、これ犬視点やけん、結構低い姿勢になってるね。低い視点になってますね、これ。なんか小さいお墓がある。お墓って言うんかな。何これって感じのがある。どっかの国のお土産でありそうな感じのものが3つほどあるんと、これが犬の視点なんかな。それでもなんか赤い植物が結構植えられてますけど、これどういう場所？なんか生と死の境目みたいな場所歩いてますけど、大丈夫？あ、さっきの地獄蝶みたいな、なんかブリーチのに出てくる蝶の色違いみたいなやつが来た。それを追いかけて、犬が追いかけて、食べるなよ、食べちゃダメよ、食べちゃダメよ、相手も命よ。パタ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 、なんか行っちゃいけない世界に飛び込んだ感じの雰囲気出てますけど、大丈夫かな。でも天気はなんかいいとは言えないね。ちょっと曇ってる感じあるね。でも平和な感じの雰囲気ですね、これ。ああ、平和を謳歌した顔見て、この犬の平和を謳歌した顔。説明っていうかセリフがないけんさ、今どういう状況なんか、プレイヤーの考え方に委ねられとるような感じやな。でも日常やな、普通の日常って感じがする。三重県なんかな、ポッキーさんの出身が三重県やけん、ここ三重県っていう感じにしとるんかな。わーお、これ虫嫌いな人絶対びっくりするやつ。まあ俺基本的に虫はどんなやつでも触れるんで問題ないです。テントウムシ多いな。あと、テントウムシを下におるカメムシに至っては、お前、前にも見たことあるな、同じようなデザインのやつ。同じデザインのカメムシ見たことあるぞ、俺。過去作で。あ、女の子かな？女の人に出会ったぞ。あ、上向ける。なんか、目が怖えな。なんでそんなに真っ白な目なの？なんか怖えな。小さい女の子。あー、撫でられたって、犬って結構撫でられるの大好きなもんですからね、これ。なんだ、横についた。あ、一緒にいてくれる、一生一緒にいてくれや、ダラララララ。この女の子も何か重要な秘密を隠してそうな気がするな、多分ね。あー、いい日常です。
このまま毎日毎日続けばいいって感じなんですけど、これ次の日が許しませんからね。次の日がそれを許してくれるわけはありませんからね。女の子をほったらかして犬一人で走っていくな。蝶々に誘導されすぎなんじゃ。この蝶々ほんまに何かしら地獄と関係ありそうなタイプの蝶々な気がする。白目やめろ。白目じゃなかったら可愛いのに。ああ、そういう感じか。そういう感じなのか。なくなってるのか、この子。いきなり悲惨な悲しい BGM を流すな。結構穏やかだったのにさ、その裏にはあーもう幽霊になったっていう感じが分かるような肌の色。あー、地獄から舞い泳ってきた蝶々が集まってきた感じ。あー、この女の子が鳴りをしたっていうね。次の日、あー、もう次の日になるの。早いな今回。グーが出てくるの早いよ今回。これは3日目4日目ぐらいにようやくグーが出てくるはずのにさ。あ、女の子が通ってた学校っぽいね。これなんだなこの女の子は。ところでゲーム実況してるポッキーさん要素はどこから出てくるんだろう。、ま、とりあえず今のところ出てきてない気がする。なんだ、自分の手クンクンして、うーん、いい匂い。あ、ここで出てくるので、ね、ポッキーさん。今のマスクの付け方はゲーム実況者のマスクの付け方だ。ゲーム実況者さんってね、実写で顔を出すときは大体マスクつけてる人がいますからね、多いですからね。あー、ラブリーピースってすごい顔になってますけどね。すごいな、顔でラブリーピースやってますけどね、あなた。あとピースの割には指3本立ってるけどね。ピース下手くそ人間やん。ピース下手くそ小学生になってしまっとるじゃん。おーい。俺はもう映せよみたいな感じで横に動いて。わあ。犬真顔やめろ。私と一緒にお空に行こうよー。フライアウェイないね。私と一緒にお空に行ってほしいかなー。おい、蝶々集まりすぎ。地獄からの使者集まりすぎないよお前。お前生前何をやってたんお前。小学校小学生の女の子何やってたんや。地獄に誘われそうになったのよお前。もうなんか地獄に行ったというよりはさ、この世界が地獄になってるような感じになってますからね、あなた。生前に何をやらかしたらこんなに地獄からの蝶々に飛んでくるんだって話やけど。何やったや、お前。サッカーボール。やっぱり蝶々には興味がある。蝶々大好き犬。ちょっとやばい、技かけないで。プロレスで技かける時のつかみ方やめて。上を向きます。あー、ウルキオラみたいになってる。ブリーチのウルキオラみたいになってる。アランカルになってるないかお前。もう地獄に行ったかと思ったらアイゼンにアランカル化されとるないか。一緒に行こう。何、ウェコムンドか。ウェコムンドに行くんか。アイゼン様は待ってる的な感じか。何この犬、アランカルになるの。泣くな、ウルキオラ。そんなキャラじゃないだろ、ウルキオラ。あーと、なんかでも悲しそうな感じは犬が伝わる。あ、ペットってさ、飼い主の感情結構感じ取れとるところありますよね。結構 YouTube とかで動画見よったら飼い主に寄り添うようなもんですよね。あー、霊体、ちょっと透けてるやん。ちょっと霊になっとるやないかお前。
かぶせるな、頭にそれかぶせ、あーなんかね、あーちっと手に入れた、何この展開、キューピーみたいな体つき、女の子がいつもよりかキューピーみたいな体つきになったらお前3分クッキングの音楽に合わせてなんか踊るのか、お前は。じゃあポッキーじゃなくてキューピーになるじゃないか、俺もポッキーじゃなくてバイバイ。そして彼女はキューピーの姿になって地獄に行って行きましたと。生前で何をやらかしたんだろう、キューピー3分クッキングとか言いながら視聴者に3時間も料理を見せつけたのか。それは確かに重罪かもしれない。3分クッキングは3分でできるから3分クッキングなのにさ、3時間も作られたらもう普通の料理なんよ。ちくしょう、わあどんどん透明になっていっちょんで、ポッキー系じゃなくてキューピー系になってしまっとるからな、ね、今のところキューピーポッキー要素があんまり出てないからね。ポッキーさんちょっと出てきたいだけやけんさ、ポッキー要素が、あー犬とか書いてる、この子の犬、この子のお家なのかな、半透明の状態で住んできてるわ。このキューピー犬なも悪いことしてないはずなのに、猛犬に注意とか言われてるぞお前、お前はそんなやつじゃないだろうよ。なんか気に入らないことがあったとしても人に噛みつくとかいうことはしなさそうなタイプの犬だと思うのに、あからさまな風評被害を受けております。この子はそういう子じゃない、見てください、この穏やかな目、穏やかな表情を。続くな続くな、あー消えてった、あこれポッキーさんか、ポッキーさんですね、こんな感じの見た目なん、ポッキーさん。俺ポッキーさんのこと詳しくないね、分からんんだけど、金髪なんじゃあの人。でもあの時の絵って黒い髪じゃなかった？ご主人が家に帰ってきた、あれポッキーさんの飼い犬っていう設定なんかな、これポッキーさんが犬になるとこじゃなくて飼い犬って設定だったんか。ああ、飼い主の匂いを嗅いで、ああ、実態を保った、どういう世界観？よかったー。現世のもの、現世の人間に触れることで、向こうの世界に行くことに済んだよ、みたいな。ただいまー。どっちをただいま？今、どっちをただいま？ポッキーさんが言ったのか、犬が言ったのか。おかえり。忙しいのによく帰ってきたね。あーやっぱ実家は落ち着くな。ポッキーさんの実家来たんじゃこれ。新幹線混んでなかった、予約取ったから座ってこれたよ。ほんとよかった。あそうだ、穏やかな帰省のお話になってきた。あ、ポッキーさん。え？あ、いるなくなってるような感じになってますけど。ただいま、ポッキー。犬にもポッキーって名前つけてるんだね。なんかさ、家に帰ってくると、まだポッキーがいる気がするね。いますから。今日はお彼岸だからポッキーも帰ってきてると思うよ。あ、お彼岸だから、あ、そういう感じか。霊体となりつつもさ、ご主人のところに戻ってきたような感じになっとんじゃ。そっかそっか、そうだね。なるほど、ホラーゲームなのに結構心温まるような物語に展開されとるって今こういうことか。あら、食べられてますね。あんたポッキーの赤福餅食べちゃったの？え？食べてないよ。なんか最近やった僕夏の内容を思い出すんやけど俺。
なんか僕らで似たようなことが起きたんですけど、別のゲームの話に出してごめんなさいね。でも、あったっけ俺の僕らで僕くんがさ、仏壇のおはぎを参考、いきなりくすね始めるということが起きたけど、それ思い出してしもたんじゃねえか、お前。え？あんた以外いないでしょ。まったくしょうがない子。それは、あー、ペロッとした。食べたな、お前。あー、お腹いっぱいになったから眠くなっちゃった、みたいな感じになってる。あー、もう、本格的に寝ようとしてるわ、こいつ。このチョコちゃんも何かしら、寄り添うような形で、おやすみ、お日がもう終わったからもうこの世界にはいられないんだみたいな感じかな。わー、またこういう青空が広がって、 CD のジャケットのイラストになりそうな感じの青空。ファンキーモンキーベイビーズのあたりの CD のパッケージのイラストこんな感じじゃない？あ！生きてた頃の、あら、今回は割と早かったな。けどちょっとホラー要素じゃなかったな、今作、普通の日。ちょっと驚かしい要素があったけ、うわー、ちょっと、本人出てきてる？本人出てきてる！あれ、待てよ。どこで、女の子なんだった？裸サイド女の子誰？裸サイド女の子誰だった？あれ。ポッキーさんとそのまま通ってた犬はわかるけどさ、じゃあ、あの女の子誰だよ。あの女の子に関しては誰だったんや。なんか、その存在が一番ホラーなんやけど。何これ、最近次の日ってさ、2週目があるけんさ、ワンチャンその2週目であの女の子のことをさ、深掘りするような、あれあるかなみたいな。たまにはこんな次の日でもいいよなっていうぐらいの穏やかな感じ。次の日ってたまにホラー要素少なめっていうか別の要素が強めの時あるんですけど、今回はほとんどホラーがなくって、心温まる方向に曲振りしたような感じだったな。お前たまにはこういうのも、いいでしょ。動画の、この、ここら辺の動画の編集の仕方がさ、結婚式に流すムービーみたいな感覚あるね。これ本人だよな。本人黒い髪なのになんでゲームの中金髪にしとったんだろうな。スーパーサイヤ人なのかな。あー、まだ金髪になった。なぜかゲームこっちの二次元イラストの方は金髪になるという謎現象が起きている。そして穏やかな顔、愛されてんだな。今回は早かったな。なんだろう、2周目要素あるんかな、もしかしてこれ。あれ、スタート画面変わってるやん。あー、女の子も横に立って、キューピーの子、キューピー。またね。ああ、また次の日、次の次の日まで。またね。